北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは。ようやく暑くなってまいりましたが、お元気でしたか？北野しおりです。皆さん今日からお盆休みの方もいらっしゃると思いますが、この、ね、夏、プールとか行かれましたか？しおりちゃんは行きました？この夏は。いや、今年はまだプールに行くための体作りの最中です、ね、おー、なるほどいや、単純に今水着慣れないってだけなんですけど。あー、なるほどね。はい、はい、この後行きたいと思います。なんか思い出ありますか？プールの思い出、私なんか日焼けすごい嫌なんで、うん、日焼けに毎回怯えてるっていう思い出がないかもしれない。あと、そうか、鼻から水入ってる。あー、それ嫌だね。そういうなんか、わかる、そういう稚拙な思い出しかないです。じゃあプールと海だったらどっち好き？いや、私プール派。ああ、一緒一緒なんかもうね、私選手コースっていう、まあ一応競泳のね、はい、選手みたいなのを小さい頃やってたんで。そうだから、やっぱプールだね。あ、でも、うん、そう、なんかプールの方が透明でいい。何がいるか分かんないの海。あ、そうそう、なんかクラゲとか。あ、そうそう、なんかクラゲとかちょっと怖い。そうそうそうなんかでも一番好きなのは波のプール。あああるね。あれが一番好き。すごいところあるよね。あれ一番好き、うんうんうん、海のいいところとプールのいいところ、ね、どっちもって感じ。そうそう、あれが一番好き。なのでね、皆さんもぜひね、この夏、はい、まあ、天気がね、いい時にぜひ皆さん、ね、ね、プールか海ね、海、まあ、それ以外のね、レイちゃんもぜひね、楽しんでいただければなと、はい、バーベキューとか、はい、思います。少しね、長くなってしまいましたけれども、この番組、北野しおりのリアルドライは、コスプレイヤーでタレントの北野しおりちゃんと、私、女優の佐藤美久の2人がコスプレやアニメ、BL、そしてサブカルなどについてリアルに、そしてドライに進行していく番組です。それでは今回の最初のコーナーは、イベントオブマンスリーのコーナー。イエーイ。このコーナーは毎月放送の翌月、東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについて、リサーチャーさんの独断と偏見も交えてご紹介していくコーナーです。ではまず9月1日日曜日に、コスプレイヤーズコテージ主催のコスコテイン塩原スパコス、こちらが、栃木県那須塩原市です。続きまして、9月の7日土曜日が、ココフリ主催、ココフリアットラーメン博覧会、こちらが新横浜ラーメン博覧会です。で、次がですね、9月14日土曜日から23日の日曜日がですね、コスボンファンタジー主催の、彼岸花の中での撮影会、埼玉県秩父郡東秩父村、そして次が、9月16日月曜日、アニメコレクションジャパン主催の、第5回水戸コミックフェス in 水戸町フェス、こちらが茨城県、水戸市泉町。そして、次が、9月の22日日曜日が、株式会社アキコレ。アキコレというのは、漢字の、春夏秋冬、うん、夏秋冬の秋に、カタカナでこれで秋これですね、主催の第12回秋これ秋これ、こちらが秋葉原の UDX の2回です。9月はですね、中旬頃から彼岸花が綺麗に咲く季節ですね。はい、そうですね。彼岸花は実はコスプレイヤーにとても人気があり、コスプレ撮影用のレンタルスタジオが小道具として造花の彼岸花を用意するくらい撮影によく使われる花です。特に和風の、刀で戦う場面がある作品との相性がよく、彼岸花のコスプレイベントには和装のコスプレの方がよく参加されます。そんな中、先ほどね、ご紹介させていただいたコスボンファンタジー主催の彼岸花の中での撮影イベントは、開催期間も10日間と長く、スケジュールを合わせやすいのがありがたいですね。造花ではなく本物の彼岸花のロケーションで撮りたいという方は、このシーズンを逃さずイベントに参加してみてください。また9月1日のコスコデイン塩原スパコスは、塩原温泉郷で撮影ができるイベントです。温泉街や、吊り橋、河原での撮影もでき、さらに渓流や滝に入っての撮影も可能です。
秋が深まり気温が下がってくると水に濡れる撮影はどんどん大変になっていくので、うん、もう今のうちに、このイベントを利用して渓流や、滝の撮影をするのもいいかもしれません、はい。宿泊プランで申し込みされた方はですね、その宿泊施設での撮影も、できるので、イベントを思う存分楽しみたいという方はですね、宿泊プランで参加されるのがおすすめです。そして9月16日開催の第5回水戸コミックフェス in 水戸町フェスは、秋のストリート文化祭というテーマで、水戸市役所が、主催する水戸町中フェスティバルの中で開催される、同人誌の即売会とコスプレのイベントです。水戸町中フェスティバルをコスプレをしながら楽しむことができ、交流も撮影も両方楽しめるイベントです。その他にもですね、各地で大小さまざまなイベントも開催予定ですが、時間の都合で省略させていただきましたことは叱らずご了承ください。なお、イベントによっては事前申し込みが必要であったり、人数の上限が、設定されているケースもございますので、必ずホームページなどでご確認の上ご参加ください。またお問い合わせの際には、会場ではなくくれぐれも各イベント主催者さんに、お問い合わせいただきますようお願いいたします。はい、以上、イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の塩ミクランキングのコーナー、イエーイ待ってました。改めまして、現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております、はい。さて、続いてのコーナーは今月のしおみくランキングです、はい。このコーナーはグルメセレブを目指すしおりちゃんと私佐藤美久が、毎回番組で用意していただくものについて、実際に今からこのスタジオで一口飲んだり食べたりしてみて、その好みをもとにランキング形式で発表させていただくというものです。はい、まあ、ただし、しおりちゃんはグルメセレブを目指しているので、そのランキングは当然ね、高いものが上位に来るはずですので、はい、そこにもぜひ注目してみてください。はい、みくちゃんも説明はいいんですけど、私早く食べたいんですよ。いつにましてすごいね。はい、なんかスタッフさんがこう、うん、なんか今回のテーマのもの持ってきた瞬間、うん、匂いがすごいいい香りがして、そうだね、すごいいい香りが充満しております。はい、そうだね、はい。まあでも、あの、ちょっとね、説明させてください。あ、じゃあ説明して、はい。ではちょっと、まあ、もしかしたらこうドライにね、ちょっとコメントしていく可能性もありますので、はい、そこは皆様あしからずご了承いただければなと思います。はい、さて、じゃあ前回の振り返りということで、はい、前回はオレンジジュースでしたね。オレンジジュースね、すごい簡単だった。そう、うん、な、見事にね、あんな顕著に違いが、全問正解ね。そう、分かるの、私もしおりちゃんもね、あんまりなかった。すごい、初じゃないですか、2人とも全問正解って。そう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 、そうだね、確かに。今までちなみに一番難しくてボロボロになったのは何ですか？あれかな、あの、水ようかん。あー、あれはマジで分かんなかった。あれ分かんなかった。なんだろう、水羊羹っていう概念、ちょっとまだ水羊羹への理解があんまりないから、そこまでやっぱ食べたことはなかったよね。なかった、なんか頻繁に、オレンジジュースよりかはやっぱり、そうそうそう、頻繁に、ね、頻度が落ちる。そうそう、だから久々に食べて、え、こんな感じだったっけっていう、うん、なんか久々に水羊羹の味思い出したなって感じだった。うん、確かに。でも私、あの、卵かけご飯が一番好きでした、ね。あ、個人的にただ卵かけご飯食べると美味しかったってだけですけどなかなかスタジオでね、卵かけご飯食べる人いないからね。うん、そう、めっちゃお腹減ったからすごい楽しかった。すっごい食べてたもんね。そうで、もう前回のね、オレンジジュースも、あの、谷井農園さんにね、はい、あの、完全タイアップでご提供いただきまして、はい、シラヌイジュースね、本当に美味しかったです。美味しかった。どう美味しかったか、もうなんか、あのね、詳細に出てこないけど、濃い味が、濃い系だったっけ。で、粒が結構、粒感が多くて、で、すごい、でも粒があるけど飲みやすい感じの、はい、あの、すごいな、一口目で分かった、そう、甘いなみたいなこれだっていうね、うん、あったと思います。はい、では、はい、ではでは、はい、今回はですね、夏本番ということで、はい、お蕎麦やそうめんに欠かせない、はい、めんつゆのランキングでございます。はい、おーって言ったけどね、あの、すごい。もう目の前にね、目の前にね、そうそう、あるんですけれども、もう本当にかつお節のいい匂いが、はい。
でその、まあ、しおりちゃんはね、グルメセレブを目指しているということで、高価なものを順で当てていただきたいなというふうに思います、はい、そして、今回もですね、いろんなめんつゆの中から、リサーチャーさんに有名店のものも含めて厳選して3種類、ご用意いただきましたので、ときめきますね、はい、ではちょっとねここで、ご紹介をねさせていただこうかなと思います、はい、お願いします、まず一つ目、一番高いお高いものですね、はい、こちらがですね、株式、会社、はい、長坂さらしなさんの、布屋太兵という、そうめんつゆのストレートです、はい、こちらが、190ml で318円税込みとなっています、はい、で、このめんつゆなんですけれども、はい、約220年前の完成、はい、うん、の初め、はい、初代布屋太兵が、はい、江戸麻布長坂に、はい、信州さらしなそばどころ、うん、布屋太兵の看板を掲げたのが始まりの、はい、老舗そば屋で、現在は関東地方を中心に大手百貨店などに、複数の店舗を持っております。へー、おそば屋さんなんですね。そうなんですよ。で今回ご紹介させていただくそうめんつゆは、はいはい、高級なそうめんにぴったりという謳い文句で、販売している、そうめん用のつゆです、はい、へー、お蕎麦屋さんなんですけど、そうめん専用のつゆ。そうです、はい、すごいですね。で続いてが、続きまして、はい、笹町醸造株式会社さんの、はい、老舗の味つゆ、じゃ4倍濃縮、はい、濃縮の 500ml で1058円税込みとなっております、はい、このめんつゆはですね、岩手県で明治39年に創業した老舗の醸造元でです、日本百名山に、はい、選定されている早知根山の、はい、地下水を利用して味噌や醤油、つゆなどの製造販売を手掛けています。へー、これは醸造会社のおつゆなんですね。そうですね、理解、はい、理解。次3個目ですね、はい、がキッコーマン食品株式会社さんの濃いだし温つゆ、はい、4倍濃縮で、こちらが 500ml で192円です。でこの、2つ、が4倍濃縮の商品は、はい、ストレートのものはそのまま、はい、使えるんですね、そうめんに、はい、ただ4倍濃縮ですと一度こうお水に、薄めてから、はい、あの使う、食べたりね、はい、するものなんですけども、で、笹町醸造株式会社さんの老舗の味つゆは、まあ、大体約200円ですね、はい、はい、お水を入れた状態で、はい、そうで、キッコーマンさんの、濃いだし本つゆが、はい、約50円です、はい、なるほど。なので、はい、これだけ差があります。はい、わかりました。なので、あ、でもこれ水で薄めてるからこう条件は一緒ということですね。そうです、そうです、ちゃんと。では、はい、早速、はい、順番にね、はい、行っていこうかなと思います。行きましょう。いや、これね、ではまず A から、ね、はい、A から行きましょう。これ A はね、すごいなんか色が濃い、わ、いい香り、なんか幸せっていうか、お腹減ったから普通に嬉しい。いただきます。3つともね、あの色が全然違う、違う。 A が一番濃い、 A が一番濃い。いただきます。いや、これわかんないな、ちょっと大丈夫かな。うん、水羊羹の、あー、なんかもうわかんないかも。ちょっといいですか、私じゃあ甘い、ちょっとつゆだけちょっと飲もうかな。甘い。お、じゃあ私 A ね、うん、ちょっと A はね、A、他と食べ比べてないからわかんない。まあそうだね、甘い。じゃあ いいですか、いただいて、うん、どうぞ。甘い。でもこれ比較しないとわかんないな。うん、甘い、確かに甘い、甘い。食って、濃いかな、うん、濃い、うんうん。じゃあ私もつゆだけちょっと、はい、どうですか。あー、濃い濃い濃い、うん、濃いな。それでは私 B 行きます。まあ、ね、確かに比べてないからまだ分かんないな、うん、そう、 B じゃあ B がね一番薄い、 B が一番薄い色がね。 A はね濃いな。あ、 B の方がね薄くて甘い、うん、今つゆだけ飲みました。今じゃあ私いただきます。じゃあね、そうめんを入れまして、これ美味しいかも。甘くて、ほんのり甘くて濃すぎない。見た目では私 B だろうなと思ってじゃあ B 私もね、あのいただきます。優しい味がします。 B 優しい味、お、いただきます。これつゆめっちゃ飲んじゃ
でも A に比べて B の方が甘くて優しい味がする。全然こんなに違うんだ。いや結構違いますよ。色も違うんですよ。あ、飲める飲める、そう飲める、これ飲める、つゆ飲める、はい。あ、これはおう、うんうんうん、はい、難しい。それでは C、 これはね、ま、真ん中ぐらいの濃さですね。そうだね、 A が一番濃くて次に C、 B、はい、B が一番薄いですね、色が。なんかこれすごいお出汁の味するかも。あ、そう、あ、なるほどね、うん、なんか鰹節がそういうこと、なんか何の出汁か特定できないんだけどえ、じゃあ C、 私いただきますね。 C いただきます。なんだろう、よいしょ。 B に、 A が私の中で一番濃かったんだけど、 C も色の割にはちょっと塩味を感じる、しょっぱい、うん、しょっぱい。 A よりしょっぱい。 A よりしょっぱい。色は濃いんだけど、 A の方が本当に A よりしょっぱい。難しい。ちょっとつゆだけ。え、どれも魚の味する。魚かどうか分かんない、昆布かもしれないけど。あ、なるほど、だしの味がする。はいはいはい、これめっちゃ難しい。でも B 美味しい。 B 美味しいねじゃあ個人的な好みで今早速飲んでた。じゃあランキングいきますか。はい、はい、ではじゃあ私からでいいですか。どうぞ。え、では、まず第3位が A のもので、はい、最初に食べた、はい、麺つゆ、これ一番濃いやつ、はい、色が。で第2位が C です。はい、はい、そして第1位が B です。はいはい、はい、まあ理由は、まあ、飲める B、 飲める、これはすごいなと思ったんで、うん、ちょっとあの B にさせていただきます、はい、1位は。じゃあしおりちゃん。私もね、これ第3位、うん、A、 一番最初に食べた、お、一番濃い、色が濃いやつ。はい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 、あ、じゃあ書いとこう。で第 CAB だね。よし、第2位 C、 一番最後に食べたやつ A と C、 はい、第2位が C で、第1位私も B なんですね。同じ、てかみくちゃんと答え一緒ですなんでかっていうと、うん、A は一番、うん、あのお醤油の味がしたんですよ。あ、お醤油だなみたいな。で B は本当に飲める。なるほどね、飲めるし、まろやかな味がする。飲める。他はねちょっと しょっぱいから飲めるとは思わなかったんですけど、 B は飲める。なるほど。ではじゃあ、はい、答え合わせに行きましょう。はい、ではじゃあまず A から、ね、2人とも道連れですからねでは行きますよ、はい、A からね。 A から、はい、いきますよ、せーの、はい、ドン。はい、ドン。まず A が、はい、最初に食べましたものですね、はい、株式、会社、はい、長坂さらしな、布屋太平さんの、はい、そうめんつゆストレートでございます、はい、マジか、いきなり外しました大きく外したマジ190ml、398円、はい、税込みのものです、はい、では残念ですが、次 B、 B 行きましょう、はい、せーの、はい、はい、なるほど、意外、これやばいやん。 B がですね、キッコーマン食品株式会社さんの濃いだし、はい、本つゆ4倍濃縮 500ml 192円、はい、一番お安い。マジか、これうちらうまいうまい、飲める飲めるって言ってたよじゃあ最後、じゃあ C、 はい、はい、笹町醸造株式会社さんの、はい、老舗の味つゆ4倍濃縮 500ml 1058円、はい、嘘やん、なんと嘘やん、ですので正解が A、 A、C、B ですね。はい、高い順で言うと、そうですね、 A、C、B、 なるほど。我々はあの一番お安いお出汁を、え、美味しい、美味しい、飲める飲める、これが一番って言ったわけですよマジか。いやでも、野谷さん、すいません、言い訳させてくださいあの A が最初にこうなんか目の前に現れたんですけど、うん、そう、一番香りがした、いい匂い、あ、すごいいい匂いするってね、はい、やられましたな。いやでも多分我々庶民にはちょっと悔しい、悔しい、何でか薄いからいいっていう、何か勝手なイメージがありました。そう、お上品な味って思っちゃったもん、お出汁の効いた、よくそう、あの出汁効いた、はい、なんか塩味に頼らず、うん、お上品な味って思ったもん。ということで、はい、ちょっと残念ながら、はい、
めんつゆは、はい、セルグルメセレブにはなれずということで残念でした。めちゃ難しかったやばい、結構水羊羹より難しかった気がするんですよ。水羊羹より難しかったではね、また次回、はい、何か、頑張ってね、しゅるちゃんも頑張って当てていただければなと思います、はい、います、はいはい、では以上今月のシューミックランキングのコーナーでした。今月のおまけのコーナー、イエーイ、イエーイ、続いてのコーナーは今月のおまけ、私たちが大好きなアニメや漫画などについてくる特典というかノベリティグッズ、いわゆるおまけについて、新刊本や DVD 写真集などのおまけについて佐藤ミック完全独断による一押しの一品をご紹介するコーナーです、はい、今回ご紹介させていただくのは今週の火曜日からスタートしておりますポケモンカフェのキッチンカードリンク&アイスショップ by ポケモンカフェです、8月6日火曜日から8月12日、振替休日の月曜日ですねの期間、毎年大人気の横浜市みなとみらい地区周辺で開催されるピカチュウ大量発生中2019に、ポケモンカフェのキッチンカーが登場します、少し補足説明を、ね、させていただきますと、ピカチュウ大量発生中というのは2014年から毎年夏に神奈川県横浜市のみなとみらい地区周辺でピカチュウが大量発生するという大人気を博しているイベントのことです。そしてなんと今年は夜景を背景にテクノロジーを使ってパワーアップさせた過去最大規模の延べ2000匹以上のピカチュウたちと一緒に楽しめるイベントだそうです、はい、でさて本題に戻りますと、はい、ポケモンカフェのキッチンカーではアイスキャンディーやレモネードドリンクなどが販売されているようです。メニューは夏にぴったりなものになっておりまして、はい、ピカチュウのパインアイスバー税込み500円、こちらはピカチュウの顔がアイスになっていまして、はい、表情のパターンが4種類あります。こうニコって笑ってる顔と、うん、あとウィンクしてる、ピカチュウの顔と、あと目をギュッてつぶってこう笑ってるキャッっていう顔と、目がハートになっている、顔の、4種類となっております、はい、ランダム初販売だそうです、でですね、次に、ピカチュウのオレンジレモネードソーダ税込み500円、そして、ピカチュウのマンゴー&パインタピオカドリンク税込み600円、うん、こちら両方とも、蓋がピカチュウの顔になっていて可愛いデザインとなっております。はい、さらに、キッチンカーでご購入いただいたドリンクを、飲み終わった後のカップをですねキッチンカーに戻していただいたお客様は限定オリジナルステッカーを1枚ゲットできるそうです。開催期間は2019年8月6日から8月12日です。場所は横浜赤レンガ倉庫イベント広場と、臨港パークと、山下公園です。営業時間はですね横浜赤レンガ倉庫イベント広場が、と、臨港パークがですね12時から、20時までです。山下公園が、10時から17時です。注意事項といたしましては、先ほど、ご紹介したようにピカチュウのパインアイスバーの表情パターンはあくまでもランダムですので、はい、選べないとのことです。また皆さんがホームページなどでご覧いただく写真はあくまでもイメージですので、実際の商品と色やデザインが異なる場合がございます。そして数量には限りがございますのでお気をつけくださいとのことです。では皆さん、ぜひこの夏ポケモンカフェオリジナルメニューで元気をチャージしていただき、ピカチュウ大量発生中2019イベントを思いっきり楽しんでいただければと思います。はい、はい、以上今月のおまけのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました、はい、北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。いや、でも今回そうめんつゆすごい悔しい結果ですね。そうだね、あんだけボロボロになるとは思わなかったです。結構自信満々だった。自信あった美味しい美味しいって思ったもん。そう、飲めるやんこれとか言って、予想外の、ね、やっぱセレブの味ってああいうのなんだな、難しいんだなっていうのが、はい、再確認できました。奥が深いですね、はい、次回もね頑張っていくかなと思います、はい、ではですね、我々2人の活動はですねツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組を聞きの皆様、ご感想ご意見もどんどんお待ちしておりますので、こちらのアドレスまでメールお願いいたします、はい、メールアドレスが、info@plus-vox.com info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は
北野しおりと佐藤美久でした。それではまた。